はい、こんにちは、としぼです、えー。今日はね、レンズフィルターのブラックミストナンバーワンとナンバーファイブの比較なんかをね、してみたいと思います。<music> 僕ね、あの、55mm のねレンズあんまり持ってない、1本しかないのかな。<laughs> なのに 55mm のやつをね、 2枚買ってしまってあともう一つね7 7ミリのナンバーワンとナンバーファイブを買いましたこれもねもう届いてから結構ね時間経ってるんですけどもあのー、ようやくねこの間ちょっとしたね作例を撮ることができたんで、えー、写真をお見せしながらね比較したりなんかしながらねお話できたらと思いますあの今これ めちゃくちゃ人気があるっぽくて、全然品薄なんですよね。それでこのブラックミスト、ね、ナンバーワンとナンバー、まあ、ナンバーゼロゴですね。ナンバーワンはナンバーワンですけども、ナンバーゼロゴというゼロゴゼロファイブ、どっちかわかんないですけども、えー、まあ何かというと、まあ、端的に言えばソフトフィルターですね。ソフトフィルターがじゃあ何かというと、 えっと、レンズの前に、まあ、ける、もちろん円形フィルターですけども、えー、光が滲んだような感じで、ぼわーっとするフィルターです。で、ブラックミストっていうのが、そのソフトフィルターの仲間の中でも、えっ、ー、とね、ソフトフィルターって大体あの、光がこう、ばーって、フレアかかって、白くなっちゃうんですけども、画面全体が。それをね、うまく抑えて、まあ、出ないことはないですけども、うまく抑え込んで、 コントラストを弱めて光をにじませるような効果のあるフィルターです。で、えっ、ー、とね、ここのね、キャッチコピーなんかにもあるんですけども、映画のワンシーンのように、なんて書いてありますよね。まあ、要はね、あの、シネマティックな映像シナ、シネマティックな色味になるようなフィルターでございます。で、やっぱりね、実際撮ってみるとね、まあそういった雰囲気もね、 あったり。ええー、とね、意外とこっちとこっちでね、そんなに違わなかったりっていうところもありますんで、そういう部分をね、見ていこうかなと思います。そうそう。まあ一応ね、じゃあ、ナンバーワンと、ナンバーワンとナンバー5、ナンバー05、何が違うかっていうと、ナンバーワンの半分の効果になるのが05です。まあ0.5ってことですよね。 ナンバー5というリカはナンバー05で裏目にねちょっとこういうね、えー、キャプションじゃないやなんて言うんだろうこれはね説明が載ってましたんで読んでみようと思います、えー、ブラックミストナンバー1の方法ですけども、えー、非常に繊細な黒い拡散剤を高額ガラスに内包したフィルターです光の解説によりハイライトとシャドー部のコントラストを弱め癖のないソフトな 効果を作ります画面を白っぽくしないので背景が暗い時にも効果的です露出倍数1.25倍絞り段数プラス1 +3 分の1絞り分ということが書いてありますで No.05 の方にはブラックミスト No.1 の半分のソフト効果ハイライトとシャドー部のコントラストを弱めます 画面を白っぽくしないので、背景が暗い時にも効果的です。手軽にシネマティックな質感が得られ、夜景や逆光時の光を印象的に表現します。露出倍数3分の1絞り分、というふうに書いてあります。まあまあ、その説明通りですね。えー、まあ色を柔らかく光をにじませて、なおかつコントラストが弱くなって、画面が 映像が白くなりにくいソフトフィルターでございます。まあちょっとね、じゃあ画像の方を見てみます。で、今回ね、えー、僕はね、55mm のレンズこれしか持ってなかったんで、今ついてますけども、シグマ FP、FP 隠れちゃってますけどね、シグマ FP に 45mm の F2.8 シグマのレンズをつけて、えー、このフィルターをね、 こここにつけておりますこういった感じでね、えー、スナップ取ったり、えー、夜景なんかもね、撮ってきましたんで、ちょっとじゃあ見てみたいと思います。はい。それじゃあですね、えー、っと、写真の方をお見せしようかと思います。えー、まず、どっちがどっちだかよくわかんないやつの方から見てみましょうか。えー、例えばですね、 これが難しいところ。これが、まあ最初にもう言っちゃいますけども、えー、ナンバーワンなんですよ。で、こっちがナンバーファイブ。これね、判別つかないですよね。まあ正直ね、もうこれいくし不可残ってるわけじゃないんで、まあ、本当かなって気もするんですけども、まあまあどっちにしろもどっちかどっちだかわかんないような状況。 ですね、こういうド逆光のシーンですけどもねでそれが例えばこういったこれとこれあちょっと画面横に並べましょうねこういった感じでこれとこれですねこれはね明らかにね左側がナンバーワンで右側がナンバーゼロゴーですね、えー、まあコントラストですよね 0 5の方ががしっかりコントトラストがついて、えー、こういったね色味なんかもしっかり出ますしナンバーワンの方はどっちかっていうと,、えー、とコントラストが弱くて、えー、ここの辺こうちょっと若干ピント面がずれてるんですけども柔らかいですよねナンバーワンの方が。でァイ 5, 5の方はナンバー0 5の方はすごくねエッジがキリッとしてます。 というような違い。まあ、これがね、すごく代表的な感じの違いかなというとこですね。あと、ま、ざざっと他の写真なんかも見てみようと思うんですけども、これもね、えっ、ー、と、左側がナンバーワンで、すごくね、光が滲じんじゃうんですよね。この、今太陽、土逆光ですよね。これも通ってるんですけども、すごく滲みます。それで、えっ、ー、と、こういったね、棒正面、 拡大してみるとまあナンバー0 5の方がキリリッとこういった感じで映るのに対してまあエッジはねこういったあのー、光のね輪郭はきっちり出てますけどもやっぱりちょっと柔らかい感じですねナンバーワンの方は。とはいえね05の方もこうにじみはねきちんと出てるんでいい感じじゃないかなと思います。 あとまたね、似たようなシーンになりますけども、うんうん、これどっちがどっちだ <laughs> なんか入れ替わったんでね、わかりにくいんですけどね。こっちが逆になっちゃったな、これ。いや、これはね、実は右側の方が0、1です。これなんかだとね、わからないですよね。これ、ほぼほぼ同じですけども、まあやっぱりこういう、 ヒント面を見るとこっちの方がはっきり出てるのかなという、うん、感じがする程度のものです。こうやってね、光をバーッとにじましてしまうと割ともう区別がつきにくい感じにはなっていきますね。で、あと、えー、日中の逆光がこんな感じでしたけども続いては、えっ、ー、と、日中の巡光ですね。はい。これどっちだこれも。 はい、これですね。左側がナンバーワンです。で、右側がナンバー05。これもね、わ <laughs> かりにくいですね。で、こうやって合掌面を合掌合掌どっちだえっ、ー、と、まあ、ピント面をね、比べてみると、やっぱり05の方がキリッとはしてるんですけども、ま、あ十分、 こうコントラスト落ちてにじんだ感じになってますもんね、まあ、まあよりこっちの方がなんかちょっとまあうーんソフトフィルターですからねまあちょっとオールドレンズ風な感じもしますよねそういった違いがね出てきますねであとはこれと左がナンバーワンこれはね割と分かりやすいんじゃないかなコントラストがねだいぶ左側の方が落ちて で右側の方が割と色もねしっかり出てますんで,でこれもねこの先っぽあたりにピント合わせたと思うんですけども、うんうん、こういったぐらいの違いになりますはいであとね夜散歩がてらスナップをしたんですけどもそこでのね作例がこれまたね、うん、まあ違うには違うけどもあこんなもんかって感じで はい。これがね、左がナンバーワン、右が05です。まあ、やっぱりこの自動販売機の照明なんかの滲み具合を見ると全然違うなっていう気がするので、このホワイトキュービンの、ホワイトキュービンの看板のね、えー、シャープさなんかもやっぱり全然違うかなと思います。どうしてもね、えー、ちょっとね、 え光が滲み、滲み、滲み、いやまあまあどうしてもね、フレアっぽい感じにはなってきますね。滲んでちょっと知らんだような感じにはなりますけども、普通のソフトフィルターよりかはだいぶ抑えられてるかな。これはね、もうでも、えっ、ー、と、ISO12800 で撮ってますんで、これも FP ですけどね。で、シャッタースピード30分の1とかで、手ブレ補正のない、えー、カメラで、 ファインダーもないカメラなんで、ちょっとひょっとしたら手ぶれがね、えー、うん、まあ右の写真はね、うまく撮れてると思うんですけど、左の写真、もしかしたらこれ手ブレの、なんかこの甘さなのかなって気もします。はい。で、あとは夜スナップですけども、はい、これなんかも左がナンバーワンで、まだこのね、やっぱり、照明の、 周りの滲み方なんかに差が出てくるかなということで。うーん、でもやっぱりこう、こうやって見ると、あでも、わざわざフィルターつけて、ね、撮影するならナンバーワンの方がいいのかなって気もしますね。ナンバーファイブだと、まあまあ、効果はかかってるものの、すごく自然な感じですね。まあ、これもね、好みですかね。はい。 でもこれも同じ登り切った場所の違いですね。はい。これ左がやっぱりナンバー。あ、これもね、ちょっとすごくね、フィルターのあれが出ちゃってね、滲みがすごい、なんか模様みたいになっちゃった。これはなんでだろうな、ね。もちろん左がナンバーワンで右がナンバーファイブ。うーん。まあ、極端ですね。やっぱりナンバーワンの方は。ナンバーファイブの方はかなり自然で。 で、なおかつシャープさも残ってっていう感じで。この辺のね、シャープ具合も、うん。ちょっとピント面が違うの。あこの感じですかね。まあやっぱ全然ナンバー5の方がシャープですね。で、まあ光の滲み具合の差はこれぐらいという感じです。まあこれも同じようなやつですね。うーん。はい。 まあ、ナンバー5はもう本当これ、えー、つけっぱなしでもいいんじゃないかな。その、ある程度、まあ、ちょっとこれ手ブレも起きてるかもしれないですけどね。ある程度、ちょっとこう、オールドレンズ風な感じで、えー、まあ、本当に、こう狙ったシネマティック感を出すには、ナンバー5でも十分なのかなという気はします。ただね、これもね、こういう、 えーと光源がないシーンなんかだとこれねどっちがどっちだかまあそのもう本当にこうやって拡大してあーまあやっぱり右のナンバー05の方がシャープですよねまあそういう違いを見ないと分かんない感じになってきますねこういう、えー、と光の光が回ってないシーンだとこういう感じになっちゃいますね で、あとね、えっ、ー、と、焼けの方もちょっと撮ってみました。これと、やっぱりこういうのは全然違いますね。左がナンバーワンですけども、この、滲み具合が、なんともですね。で、右側は、ナンバーゼロ号。ま、あ、こんだけ違いますね。うーん。まあ、狙って使うならナンバーワンは、 ありかなと思うんですけどもちょっと効果強すぎるかなって気もしますねこうやって見るとでねまあ、星も映ってますけどねこれじゃあ分かりにくいかあ,あ星だけ取ったやつもあるんで星をねじゃあ見てみますか最後にはいこれがねはいドンまあオリオン座ですけども、えー、左がナンバーワンで右がナンバー0ロゴになります うん、まあまあこんな感じですよ。まあやっぱり左の方がね、えー、ナンバー01じゃないナンバー1の方がにじんでますよねこういった部分もね。全体的にやっぱりねこれちょっとまあ街中で撮ってるんで街中でこんだけ星が映るっていうのもすごいなと思うあのー、まあ街中というか住宅街から撮ってるんですけども。 なんかまあやっぱり光が回ってきててちょっとこう触れアがかったような感じに、えー、ナンバーワンの方がなりやすいかなというとこです。はい。という感じで、えっ、ー、とブラックミストのね、ナンバーワンとナンバーゼロゴーこれね言い間違えちゃいますけどもナンバーワンとナンバーゼロゴーですね、えー。比較してみましたけどもいかがでしたでしょうか。難しいとこですよね。 わざわざフィルターつけてまで、えー、効果を出そうって思うなら、ナンバーワンぐらいの方が面白いのかなと思ったりもしますし、うん、かといってちょっと大げさすぎるし、普段からつけてたいぐらいな気持ちで撮るんであれば、ナンバーファイブの方が自然でそれなりの効果が出るんじゃないかなと思って、で、僕、こないだ、あの、X、 なんだっけ ?X、X100V 買ったじゃないですか。で、あれ、ブラックミストナンバー5つけっぱなしでクラシックネガで撮りたいななんて思ったんで、4 9ミリのフィルター買っちゃいました。ブラックミストナンバー5ね、05ね、えー。買っちゃったんですけども、全然ね、品薄で届かないんですよ。<laughs> 僕これ買ったのちょっとタイミング良すぎたのかな。えー、まあ運良くね、こうやって2種類、2サイズゲットしましたけども、まあ、そうは言ってもそんなにね、うん、ポートレートとかね、撮ればいいんでしょうけども、そんなにね、<laughs> 申し訳ないんですけど、ポートレートも撮ってないんで、ちょっと若干持て余してしまってますし、どうしてもね、 それまあソフトフィルターなんで、せっかくの高いレンズ、ね、高性能なレンズにつけるのもなんかちょっともったいないような気もしてしまって、持、えー、て余し気味です。で、あのー、サイズの方が、えっ、ー、と、このね、健康トキナーから出てるやつですけども、僕が持ってるのが、えっ、ー、と、これのね、サイズが 49mm から 82mm まで、えー、全部言いますと、 49,52,55,56,62,67,72,77,82ミ、mm、リというふうに出てます。同じくね、西のあの角型フィルターなんかでね、おなじみの西からもブラックミストっていう名前でね、あれは1 4分の1とかいう名前だったかな。えまあ、ちょっとどんな種類があるのかわかんないんですけども、西からも出て、出てますね。うん。価格も似たようなもんじゃないかな。うん。 77mm ね、結構高かったですね。これがね、低価で9000円しますんで、あの、なんでこんなの2枚も買っちゃったんかなと思うんですけども、77mm 僕ね、どのレンズで使うつもりで買ったんだろう。77mm だから、200mmF2.8 とか、マイクロフォーサーズの。うーん。ああれもか。えっ、ー、と、L マウントの7200の F2.8 も、 77mm かなフィルター系が、うん、まあその辺で使おうかなと思ったんでしょうね <laughs> はいという感じでえー、ブラックミストのナンバー1とナンバー05の比較でしたいかがでしたでしょうかまたねこんなね撮影のね小物系な感じのやつもねえー、レビューしてみたいと思いますんでよろしくお願いいたします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれじゃあねえー、いいね評価と チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ。